ブライアン・ハイランドはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の歌手。全米1位を獲得したヒット曲ビキニスタイルのお嬢さんで知られる。1957年ハーモニーグループデリフィーズを結成する。1959年キャップレコードと契約しデビューシングル愛しのローズマリー発売。6月ビキニスタイルのお嬢さん発売。1 9六十年八月 ビキニスタイルのお嬢さんが、ビルボードチャートで1位を記録する。1961年、前年発売のアルバム、ザ・バッシュフル・ブロンド収録の、ベビーフェイスが日本で、シングルカットされヒットする。ABC レコードに移籍。1962年5月、ザ・ホー・ボイセーズのカバー曲、涙の口づけを発売し、全米3位、全英7位を記録する。 フィリップスレコードに移籍後の1966年、スナッフ・ギャレットをプロデューサーに迎え、アルバム、ザ・ジョーカー・ウェント・ワイルド、ラン、ラン、ルック・シーを発売。レオン・ラッセル編曲の、ザ・ジョーカー・ウェント・ワイルド、アル・キャップス編曲の、ラン、ラン、ルック・シーがシングルカットされ、共に全米トップ40入りを記録する。 1970年ユニレコードからデルシャノンプロデュースでインプレッションズのカバー曲ジプシー・ウーマンを発売し全米サインを記録する。ありがとうございます。